司法書士の重森です。大阪市内出張無料で天王寺で司法書士をやっております。遺言書が無効になるケースとして、成年被後見人の方が、遺言書を書いた場合っていうのが挙げられます。これ原則なんですけど、結局認知症で判断能力がないような方が遺言書を書いてもそれは原則無効になります。しかし認知症の方でも朝は調子がいいとか、すごいはっきり受け答えができるっていう時もあると思います。ですのでそうやってちゃんとした時、しっかりした時に遺言書を書けば有効になります。その時には医師2人以上が立ち会いをして大丈夫だよということで遺言書を書いたら有効になるということになりますので、全部が無効になるわけではありません。詳しくは当事務所までご相談ください。当事務所の連絡先はこちらになります。以上、司法書士の重森でした。